州ロシア地区 C 予選トーナメント2戦、優勝ユルゲン・クリント全身入れ墨のド迫力ファイト、スウェーデンユルゲン・クルト。赤コーナー188センチ、 98.0kg、 K-1 ドリーム99、トーナメント優勝ステファン・レインコー。2001年 K-1 の主役へ、ヨーロッパ最強の伊達男ステファン・レコ。さあ谷川さん、ともに26歳ヨーロッパ出身の選手、はい、楽しみな一戦になると思います。そうですね、実力は僕はかなり拮抗してて、僕は本当今回はクルトが勝つ可能性もかなり高いんじゃないかと、その上注目しますね、はい、画面右側ステファン・レコ、去年の世界ベスト8、その実力をここ開幕の地横浜で見せることができるでしょうか。一方革命を起こすかユルゲン・クルト。さあ試合開始のゴング、ヨーロッパ最強の伊達男ステファン・レコと北欧の用心棒ユルゲン・クルトの一戦です。本当になんか対照的ですよね、全身入れ墨、全身入れ墨で地味な感じもします。ああそうですか、ユルゲン・クルト、しかしながら去年のクロアチア選手権を、制覇している選手、国内での予選トーナメントバックアンドフローステファン・レコです。レコなんかエンジンかかってますね、いきなり組みついてくど決めても、クルト選手はですね、この膝蹴りが得意なんで、はい、僕は膝蹴りでかなり攻めてくるんじゃないかなと思うんですけどね。13歳の頃に始めたムエタイ、それを礎とするのがユルゲン・クルト。画面の向こうが全身入れ墨のこのクルトです。一方ステファン・レコは右のストレートを得意としています。そうですね、右のストレート、右のローキックですね、はい、でも今日調子良さそうですね。石井館長はこの一戦どのあたり勝負のポイントを見ていらっしゃいますか。そうですね、私ステファン・レコ選手の武器は右のローキックと右のストレートですよね、はい、でユルゲン選手もローキック得意ですけども、やっぱり前回ですね、イグナウシオ選手に、そうでしたね、レコ選手がですね、はい、結構膝蹴りで苦しんだ見てますから、まあ、その辺を考えて戦ってくると思います。なるほど、さあ右の膝、あの膝を石井館長、レコはどうかわしていくべきなんでしょうか。いやいや、今の感じでいいですよ、この戦い方ですね、はい、さあそしてワンツー、距離を取るワンツーです。組みつきたいクルト、一方距離を取りたいステファン・レコか、ちょっと撹乱されてますねクルト。ご覧の表情です、ステファン・レコの方が幾分落ち着いているように見えるリング上。当然両者ね、この向こうにやっぱワールドシリーズのトーナメントシリーズ見てるわけですから、やっぱここで絶対落としたくないですよね、ユルゲン・クルトはオランダ大会決勝進出も左目カットという不運な出来事によって準優勝に終わりました。もう一度この横浜でアピールすることによってワールドグランプリ出場、その夢をつなぎたいクルトです。第1ラウンド残り1分。いや実力から見たら僕まあ、石川さんと一緒にオランダ大会見に行ったんですけど、はい、オランダ大会のレベルの高さって半端じゃなかったんですけど、そうですか、そこでですね準優勝、しかもカットして途中で試合が止められた不運さで、はい、実力的にはクルト選手やっぱありますね。そうですね、オランダ大会で外国人が勝てるなんて考えられないですよ。あそうですか、やっぱそこに乗り込んできて戦うっていうのがね、やっぱ潔いですよね、彼はね。本当になんかプロの仕事師というか、去年も国内の本戦大会出場、マイク・ベルナルドと対戦したこの背中入れ墨が光ります、ユルゲン・クルト。右のローキック、これが得意です、ステファン・レコ。ただレコ選手調子良さそうですね。左のミドルはクルトです。今度はハイキック、右のパーから左フック、右の膝を返しましたユルゲン・クルト。ここで第1ラウンド終了のゴングです。ステファン・レコやや鼻血から、鼻血が見られますが、序盤は非常に落ち着いてこの第1ラウンドを終えています、ステファン・レコです。さあ第1ラウンド終盤、ステファン・レコのワンツーをご覧いただきましょう。右の膝を出しながら、この辺りいかがでしょう。そうですね、やっぱりですねリズムに乗ってるんですよね、はい、ステファン・レコ選手の方が、だからこのリズムを止めないとユルゲン・クルト選手はペースつかめないですよね。なるほど、でいやいや僕はやっぱり1ラウンドはレコ選手が手数が多かったんじゃないかなという気がしたんですけどね、はい、
ご覧のように非常に甘いマスク、ヨーロッパ最強の伊達男の意味を取ります。2001年 K1 の主役へ名乗りを上げるか、ステファン・レコ、これから第2ラウンドを迎えます。さあ第2ラウンド、グローブを合わせましたステファン・レコとユルゲン・クルトです。石井館長、クルトとするとどうこの状況打するべきですか。やっぱ膝蹴りでリズムを崩して、はい、自分の左右の得意な、右ストレートですか、はい、でレコを倒したいと、うん、ね、ローキックで攻めようと思ってローキックカットうまいですね。そうですね、逆に蹴られてますよね、はい、距離を詰めて首相撲から、さあここから膝を出していきたい。そうですね、このユリエン・クルト選手、非常にいい左右のローキック持ってるんで、はい、もっと蹴りたいですよね。あ、そうですね、この距離がレコの距離なわけですね。そうですね、ちょっと手数が足りませんよね。右のアッパー、そして左です。もう一度右、ステファン・レコ。ロックスはだから効いてます ね、あれ掴みに、最初から掴みにいってるのは本当効いてる証拠ですね。少し、はい、うん、レコ選手は三浦選手の一戦でですね、はい、膝蹴りの対応の仕方をよく研究してますよね。なるほど、下向いちゃダメなんですね。下向くとボディも効きますし、顔もね、当たりますから、やっぱり首相撲されてもまっすぐ自分の中を相手の腹にぶつけるようにして、うん、体勢を崩さないことですね。まだ26歳という若さですが、ステファン・レコ、同じ過ちを2度起こさないと、おっと、そして右ストレート、そうですよ、ですね、今角度変えましたね。今までまっすぐガードの間から入ってたのは、今同じ角度で外から落ちましたよね。さあ、右、右、右が来ると、まあ、ダウンを取られます。これはもうパンチが当たって倒れてるんで、これはダウンですね。劣勢になっていたかに思われたユルゲン・クルト、ほんの一瞬電光石火の右、ステファン・レコがダウンを奪われます。さあ第2ラウンド、ここを勝負と見るか、ユルゲン・クルト一気に押し込む、ロコを背負って、ステファン・レコ来ました、来ました、またもやダウンはユルゲン・クルト、2度目のダウンを奪います。スリーノックダウン制、あと一つ取れば、さあユルゲン・クルト、去年の世界ベスト8、ステファン・レコを倒すチャンス。さあ、もうラッシュをかける、もうラッシュをかける、ユルゲン・クルト、膝から右、膝から右、レコ選手はちょっと間を置きたいですね。ここはレコ選手はしのぎたいですね。右ストレートだ、右フックですね、右フックです、右のフック一戦、ユルゲン・クルト、次世代の K-1 新生ユルゲン・クルト、ここ横浜、その輝きを増しました。やっぱりクルト選手強いですね。安心に来ています。来てますね、下に来てますね。ユルゲン・クルト選手、動き遅いように見えるんですけど、得意技が何かっていう全部できるんですよね。ハイキックも得意、ローキックもいいし、パンチもいいですよね。やっぱりプレッシャーもね、リズムが取れましたね。そこに右ストレート、右フック、たった一つのパンチ、状況が一転しました。第2ラウンド3つのダウンを奪ったユルゲン・クルト、さあそのシーンです。見事な右ストレートですね。カウンター、はい、去年世界ベスト8のステファン・レコが、いやー、また新しいのが現れましたね。ゆっくりと、かぶせるように見ゆく、膝から崩れ落ちます。もう完全に脳が揺れてますよね、あのパンチは。いやー、これで、石岩城、はい、オランダ大会準優勝だったわけですが、またチャンスを見たいですけどもね。そうです、なんかプロの喧嘩やって感じでいいですね。そうですか、やっぱり戦い方も辛がまいもね、はい、いや彼はもう本当文句なく、本当ね、レコも破ったことだし、はい、今年期待の一人ですよね。そうですね、スウェーデン出身、北欧の用心棒、ユルゲン・クルト、去年の世界ベスト8、ステファン・レコを破っています。